ガソリンモデルに匹敵する積載性を実現。2024年に発売されるホンダの新型軽商用 EV。N-E-N-E、e、が先行公開されています。ホンダは2030年までに四輪車を100%電動化。ハイブリッド車を含むと宣言していますが、 特に環境負荷低減効果の大きい軽症用 EV から国内の EV 販売をスタートするというのも規定路線でしたまずは n − a n e のパッケージから薄型化したバッテリーを2室フロア下に積載し積載性や空間はガソリンモデルの n − a n とほぼ変わらないフラットで低い床と高い天井高を実現 助手席からリアシートまでフラットになる二室や、助手席側のセンターピラーをなくした広い開口部も受け継いでいます。ちなみに最大積載量はガソリンモデルより5 0ラム少ない3 0 0ラム二室長は3 0トル短い1 4 8 0トルですが、二室高は1 3 6 5トルで同値。 長さ 380× 幅 310× 高さ 280mm の段ボール箱はどちらも71個を収納できます。標準車レジャー向け積載性重視の3タイプを設定。エクステリアも基本的にはガソリンモデルを踏襲。充電ポートが備わるフロントグリルや バンパーに開いたグリッド状の通気口デザインは微妙に異なるものの、ほとんどの人は見分けがつかないかも。また、ガソリンモデルのプラススタイルファンと同様にレジャーなどの、マイカー仕様にも使えるグレード E ファンも設定されます。グレード展開 EL4 パイプスタンダードモデル E ファンパイプ仕事アンドレジャー向け EL2 パイプ助手席側シートのない積載性と乗降性重視のモデル EL2 はオンラインストアホンダオン限定販売後続距離は 210km ホンダセンシングは全車標準装備パワーユニットは電動アクスルの小型化や 薄型の大容量バッテリーの採用。高電圧部品の集中配置などで荷室空間と航続距離を両立。WLTC 航続距離は 210km 以上を目標に開発しているといいます。エアコン消費電力を抑えて航続距離を伸ばすエコンモードも設定。充電は 6.0kW 出力の普通充電に対応し、 満充電まで約5時間。社外給電コネクターを使えば 1500W までの電化製品が使用でき、災害時やアウトドアでも活躍しそうです。ポータブル外部給電機のパワーエクスポーターを使えば、さらに高出力の給電にも対応可能。車内エアコンを出発前に作動させたり、充電量や充電時間を細かく設定。 電池残量が減ると給電を自動停止するなど、リモート操作アプリのメニューも豊富です。また、ホンダセンシングの全グレード標準装備、機能はグレードによるギア、軽商用車初のサイドカーテンエアバッグなども装備します。すでに2023年6月からヤマト運輸と、 9月からはインドネシアでも実用性検証を重ねているという N 番 E。10月25日からプレスデーが始まるジャパンモビリティショーでもプロトタイプが展示されます。また、同ーでは鈴木大発トヨタ連合が共同開発を進める EV 商用版もお披露目されるなど、 2024年は日本の街並みに一気に EV 版が増殖しそうです。